枕崎飛行場、枕崎空港は、鹿児島県枕崎市に、かつて存在した、公共用飛行場。現在は、公共用ヘリポートの枕崎ヘリポートとなっている。第四次全国総合開発計画において、高速交通体系の一環として構想され、1991年1月に、国内初の地域空港として開港。だが、 空港開設以来累積赤字が8億3500万円になり、空港存続のための施設維持費用として、年間8000万円の費用がかかることから2013年3月31日を、もって飛行場は廃止となった。廃民後後は、消防防災機能維持のため格納庫前のエプロンに、ヘリポートを設置、滑走路跡地を、メガソーラー事業者に貸すことになった。 空港管理会社の南札エアポートは、防災ヘリへの給油及び旅行代理店として存続している。1998年、県消防防災ヘリコプター配備。当初は不定期路線の開設を目指して、鹿児島空港や県内離島とのチャーター便の運行や、他にヘリコプターの操縦訓練等にも利用されていた。だが、 需要予測が課題であったところに不況が重なり、事業会社が2003年までに撤退。刑務所の誘致に失敗した2006年以降、滑走路がほとんど使用されなくなったことに着目した、航空スポーツ団体による小型機の飛行競技会の実施や、グライバーの運行が試みられるなど、スカイスポーツの拠点とする動きもあったが、このような利用は、 本来の設置目的と異なることから、必ずしも飛行場を設置管理する枕崎市の理解が得られているとは言えず、航空機が常駐するまでには至っていなかった。2010年度の着陸回数は865回だった。2013年3月13日をもって飛行場としては閉鎖し、2014年9月18日に公共用ヘリポートとして、 供用開始するとともに、滑走路跡地の大部分には、ソーラーパネルが設置された。累積赤字を解消するため、2003年から2005年にかけて、国の PFI 方式による刑務所新設の計画に対し、枕崎市は本空港を廃止して跡地に、刑務所を誘致しようと、候補地に名乗りを上げた。他に名乗りを上げた多くの自治体と激しい、 誘致合戦を繰り広げた結果、新設刑務所の設置予定地は、山口県三重市と島根県長郡朝日町に決定し、枕崎市への誘致はならなかった。2012年9月、枕崎市は空港を廃止して滑走路を大規模ソーラー発電所として運用すべく検討に入っていることを明らかにした。2013年3月、 空港を廃止し、跡地をメガソーラー事業者に貸すことを決定した。年間8500万円の賃料により22年間で約8億3500万円の累積損失を解消できる見通しとなった。事業者は、ケイクリーンエナジー株式会社、発電所の名称は、枕崎市枕崎空港跡地第1発電所、第2発電所、 出力規模は 8218kW、パネル設置枚数は33544枚で、2014年9月1日から稼働している。なお発電所の名称が第一発電所、第二発電所となっているのは、九州電力と協議した結果、一つの系統に全出力を接続することができなかったため、系統の異なる二つの発電所に分けたためである。 枕崎ヘリポートに関するカテゴリー、ありがとうございます。